国や言語や時代によってどの品種が使われるかは異なり、ある言語で貴族を表す普遍化子が他の言語では多くの名字に使用される通常の設置詞であることもある。通常の普遍化子とは異なる綴りを使用することでノビレアリーパーティクルであることを明確にしている国もあれば、 そのような区別もなく、曖昧のままの場合もある。また、日常会話などの特定の文脈では、省略される時もある。16から17世紀の女領主ゴルバルフェーダースターターの肖像。絵の上部に、フルーゴルバルフェーダースタ,ッターティルジャイドックと記されている、デンマーク・ノルウェーでは、貴族の性であることを表す、普遍歌詞と、個人の居住地を表す、全知種という、 二つの異なる貴族の生命であることを示す表記がある。AF、ン、でのような英語のオブにあたるノビリアリーパーティクルは、苗字の一部として結合している。これらの普遍歌詞を苗字に使うことは、貴族の特権というわけではなかったが、使っているのはほとんどは、貴族の加盟であった。特に17世紀後半から18世紀にかけて、新しく貴族に除せられた家は、こうした、 不変化詞を名字に含めることが多かった。例としては、デジャイルデンパーム家やフォンムーンタ A.F. モルゲンスティールン家などがある。一方で、これらの不変化詞が含まれる名字であっても、諸外国から移住してきた人々の子孫を中心に、貴族でない家も存在する。例としては、フォンオネニア、フォンカポリニア、フォンデアリピア、デクレイキー・ディラ・ローチ家などがある。こうした、 不変化詞とは別に、ティルという前置詞も、そのものが貴族であることを示すものである。これは、居住地を示しており、そのもののフルネームの後ろに記される。例としては、シガド・ヨンソン・ティル・スードレームなどがそれにあたる。多くのフランス貴族では、デという不変化詞と土地の名前の組み合わせが貴族であることを示す印となっている。ただし、 すべての貴族が、この不変化詞を持つわけではない。例としては、ルイ13世、ルイ14世に仕えた、大法官、ピエール・セグウィアーの名前には、ではつかない。また、フランス語の文法規則に従って、でも変化する。例えば、その土地の名前が定冠詞のつく、男性名詞であった場合は、でと定冠詞るが結合し、ジュとなる。その土地の名前が母音で始まる場合、 D となりれン音で発音する。例としては、オルレアン朝のフランス王、ルイ・フィリップの息子、フェルディナンド・ドルレアンなどが挙げられる。その土地の名前が複数形であれば、でと定冠指令が結合し、でとなる。歴史的に見ると、この不変化詞は、必ずしも貴族であることの証明であったわけでは、なかった。貴族の名乗りは、エスカイアーや、それより、上位のシュバリエであった。 そして騎士は、マンシニアやメッシレといった損傷で呼ばれることで、その身分を示していた。例としては、マンシニア、ベルトラン・ジュ・ゲクラン、シュバリエなどである。16世紀になると、フランスの貴族の性の多くは、全知史での後ろに、負傷、称号、土地の名前などを組み合わせたもので構成されるようになっていった。例としては、チャールズ・モーリスでタリランド・ペリゴワードなどである。 この頃から普遍歌詞を使う名字は、そのものが貴族であることを示すものとなっていった。だが、王政が崩壊した後は、手を使う貴族の名字は、普遍のものではなくなった。例えば、フランス大統領、バラリージ・ジスカール・ディ・エステイングは、父のエドモン・ジスカールの代に、妻の実家であるエスタン家の家徳を継承し、ジスカール・デスタン家を名乗るようになったという例が、挙げられる。なお、 それ以前の18世紀から19世紀頃にもすでに多くの中流階級の家系は貴族でないにもかかわらずでを名乗っていたこともあった。例としてはフランス革命期の政治家マキシミリアンでロベスピエールの家は貴族ではないが代々でを名乗っていた。また、貴族ではないが普遍歌詞でを使う名字は一単語のように綴る場合もあるが、 一方で貴族ではないが出をそのまま苗字に留めている名前も珍しくない。ドイツやオーストリアにおいては本や図が貴族の生の前に置かれる。例としては18から19世紀の博物学者アレクサンドル・フォン・フンボルトや30年戦争期の軍人ゴットフリード・ハインリッヒ・グラフズ・パパンハイムなどが挙げられる。また本と図は同時に名乗ることも可能である。例としては ゲンリヒテンシュタイン公、ヨハネス・アダン・フェルディナンド・アロイス・ジョゼフ・マリア・マルコ・ディアビアノ・パイアス、フォン・ウントズ、リヒテンスタインが挙げられる。また、場合によっては、より細かく、家計を区分するために、本や図に加えて、アウフを名字に入れて、現在の居住地を示すこともある。ただし、すべての貴族が普遍歌詞を使用しているわけではない。ドイツ最古の貴族、 ウアーデルに数えられる家系や、その他の古い貴族の仮名にも、本や図が含まれていないものはしばしば存在する。例としては、グロートや、クニッケや、ビンクケなどである。逆に、口述するオランダの版のように、窃盗時本が付くにもかかわらず貴族でない仮名もにから、300ほど存在する。特に、ドイツ北西部やドイツ語圏のスイスでは、本を名乗る、非貴族の仮名はよく見られる。 一方で、オーストリアやバイエルンでは、19世紀に、本を含む、非貴族の名字は、他の語の一部に統合するよう改められた。例としては、本ワードン家は、バンワードン家に改められることになった。ハンガリーは、オーストリア・ハンガリー帝国の一部であったが、ハンガリーの貴族は、オーストリア貴族とは異なりでを使う場合もあった。これはハンガリー語では特に意味はなく、 フランス語やラテン語からの借用だと考えられている。中世世紀の頃から、現在のポルトガルを中心とした西イベリアの貴族は、これまでの不詳を名字として使用していたのに加え、自らの所有する荘園の名前や場合によっては、あだ名などを付け加えるようになった。例としては、11世紀の総座領主であるゴメスの息子エガスは、エガス、ゴメスデスーザを名乗っている。 カスティーリア王アルフォンソ10世の息子フェルナンドは、生まれつきケムクジャラのホクロがあったため、フェルナンド・デ・ラ・チェルダと呼ばれ、彼の子孫はデ・ラ・セルダを名字として名乗るようになった。しかし、15から16世紀頃にはこれらの姓は、一般の人々の間でも使われるようになっていった。そのため、ポルトガル語圏におけるでは、必ずしも、貴族の家系であることを意味していない。さらに言えば、ポルトガルにおいて、 貴族として認められるには父方、母方の両祖父母4人ともに貴族であることが必要であり、苗字に特定の不定監視が含まれているか否かは無関係である。貴族にも非貴族にも多くの場合同一の苗字が存在するため、ポルトガル人は苗字から貴族であるかどうかを判断することは難しい。16世紀初頭、都市民の紋章を消滅させた。 マヌエル一世の改革により、個人があるいは家の紋章を持てる者は、貴族や聖職者に制限された。ただし、ポルトガルの貴族は、紋章の持ち主に限定されるわけではなく、当時も現在も、多くのポルトガルの貴族は紋章を持っていない。前述の通り、でや、その他の聖書法の do、dos、da、d a などの前置詞が名前に使われているかどうかは、 フランスのように貴族であるかどうかを示していない。ポルトガルの現代の法律では、身分証明書に記された名前に、それらの前置詞が含まれているか否かに関わらず、署名の際に自分の名前に前置詞を入れる権利、自分の名前から前置詞を省略する権利が認められている。実際、ポルトガル語の命名法では、監視と前置詞は単なる装飾とみなされている。 例えば、ジュオドアルテダ、シルバドス、サントスダコスタデスーザという名前の人物は、社体で示した全知史をべて省略して、ジュオドアルテ、シルバサントスコスタスーザと署名することも法的に認められている。しかし、ポルトガルの貴族は、通常は全知史は先頭に一つだけ使用し、名字の最後の単語の前に、E をつけて全知史を繰り返さないようにする。つまり、 先ほどの例で言えば、ジオドアルテダ、シルバサントスコスタ、イースーザと署名するのが伝統的でありまた、非にのある署名とみなされている。この場合のー、e、は、最初のダを除く名字に含まれるすべての全知詞を置き換えるものなので、全知詞なしで使用することはできない。この規則の例外はー、e、で結びつけられた重複した名字でのみ現れる。例えば、ジオもエアフォン数だ完成さを E。 シルバターベルズ・ダ・コスタなどというように、母親の名字が、父親の名字の前にある場合である。19世紀以後、ポルトガルの貴族は称号を名字として、示すのが慣習となった。例としては、第11代カダバル女校である著述家、ディアナ・マリアーナ・ビトウリア・アルバリス・ペレーラ・デ・メロは、ディアナ・でカザバルと称している。ただし、 この社会的慣習は旧ポルトガル王室には適用されていない。スペインでは手が二つの異なる形式でノビリアリーパーティクルとして使用されている。一つ目は不祥で知名式である。例としては15世紀の将軍のガンザロ、フェルナンデスでコードは14世紀の年代記作家、詩人のペロ、ロペスでアイラ、欧州人として初めて、 太平洋に到達した探検家のバスコヌニエス・デ・バルボア、その他多くのコンキスタドールなどが挙げられる。もう一つは、名字全体の前に普遍化し出を置く形式である。この形式は、フランスのものとも似ているが、より曖昧である。というのも、特に貴族と関係しない、単なる前置詞としての出と綴りの上で区別がないからで、ある。例えば、デラルアや、デラ、トーレなどがそれにあたる。 不祥を含まないノビリアリーパーティクルとしての出の例としては16世紀の初代サンタクルス公爵アルバロデボーゼンコンキスタドールのハーナンドで、ソートなどが挙げられるフランス語とは異なりスペイン語にはエリジェオンがないため名字が母音から始まったとしても一部の例外を除いて宿約はほとんど起こらない例外としてはパナマシティを建設したペドロアリアズ・ディビラなどがいる その他の例外としては、デの後に定感シールが来る場合は出るに宿約される場合もある。例としては16世紀の詩人バルティサーデル・ワルカザールなどが挙げられる。1958年から現在まで施行されているスペインの名前に関する法律では、名字に新しく出を追加することは基本的に認められていない。ただし、例外として、 名字であるか名前であるか誤解を招きかねないような場合に限って新しくでを名字の前に追加することが認められている。文章は何世紀にもわたって貴族身分によってのみ合法的に担われていたので文章記述と関連付けられているかどうかというのが名前から貴族であるかどうかを判断する決定的な証拠となる。なお、ハイフンでつながれた二つの名前で構成される名字は 両方の家系に同等の重要性があるということを示すものであり、その家が貴族であることを示すものではない。例えば、スアレス・リアノなどという名字があったとしてもその家が貴族であるとは限らない。スイスでは、その関東の起源によって、デや本が使われている。ロマンス諸語圏から成立したところではデが、ドイツ語、アルマン語圏から成立したところでは本がそれぞれ使われている。 中世において、ラテン語、フランス語由来のでや、同じ意味の英語であるオブは、イングランドやウェールズにおいてしばしば名前に使われていた。例としては、サイモンで、モンフォールや、リチャード・オブ・シュルーズベリーなどが挙げられる。ただし、での使用に関してはしばしば誤解を受けるが、ほとんどの場合でが使われるのは、ラテン語やフランス語で書かれた文書上においてである。当時、 英語に翻訳する際に、ではオブに変換されることもあれば、省略されることもあり、英語でそのまま使用されることは滅多になかった。また、デとオブのどちらも単に出身地を表すために、使用されることも多く、特に貴族の名前に限ったことではなかった。そのため、イングランドとエールズにおいては、どちらの語もそれ自体が貴族の称号であるとみなされてはいなかったということも、 重要な点である。しかし、本来は特に貴族であることを示すものではなかったにも、かかわらず、デア・オブといった子が入る名字は、貴族と関連付けられて捉えられることもあった。例としては、1841年10月8日、トーマス・トラフフォードが初代、トラフォード順番尺に助せられた際、ビクトリア女王は次のような認可状を出している。 この苗字の英語化はおそらく15世紀頃に起こり、その家がどの地から起こったかを示すノルマン系の語では、イングランドにおいて多くは失われることになった。このような先祖の苗字の回復というのは、19世紀、英国におけるロマン主義的な流行であり、これが出という語は貴族であることを示しているという誤解を助長することにもなった。また、イングランドやウェールズにおいても、 スペインと同様に、ハイフンで二つの名前が結合した名字も、必ずしも貴族であることを示すとは限らない。例としては、ウェールズの名字であるリース・ジョーンズは、貴族の名字ではない。また、すべての二重星に、ハイフンが必要なわけでもない。例としては、建築家、ヘンリー・ビーチモールのビーチモールは二重星だが、ハイフンは、入らない。しかし、歴史的に、英国においては、 このような複合性は、血統や社会的地位を指し示していることが多かったのも事実であり、ハイフンで結ばれた名字は、貴族やジェントリーと結びついていたことも確かである。その理由は、着流が途絶えた貴族の仮名を残すためであった。そのような事態になった場合、その家系の最後の当主は遺言書を通してその家のネームアームズを残された財産とともに、 親戚の女系の男子に譲り、譲られた側はその名を継ぐための国王の許可を申請するという手順が取られた。なお、申請者の母がヘラルディックエアレスである場合も、同様に国王の認可を受けることができるが、これはあまり一般的ではなかった。複合性の例としては、第二次大戦時の英国首相サーウィンストン・スペンサー、チャーチルが挙げられる。 彼の名字は二つの家系の子孫であることを示している。一つは、スペンサー家であり、スペンサー伯爵などの借位を受け継ぐ、名門貴族である。もう一つは、チャーチル家であり、スペイン継承戦争で活躍した将軍、ジョン・チャーチルから始まる家系である。ジョン・チャーチルには成人した男児がなかったため、娘婿の実家であるスペンサー家がその家督を継いだが、ジョン・チャーチルの彦の代に、 国王の許可を得て、スペンサー・チャーチルに改名している。なお、名門貴族の場合、時には三つ以上の名字が複合した聖になる場合も、ある。例としては、現在ロンドンデリー公爵位を受け継ぐ家系は、ベイン・テンペスト・スチュワート家という見重聖である。19世紀に、バッキンガム・シャンドス公爵位を受け継いでいた家系は、テンプル・ニュージェント・ブリッチズ・チャンドス・グレンビル家という五重聖であった。 しかしながら、現代の英国では、中流、仮想階級の家族においても、結婚の際に名前をハイフンでつなぐことが多くなったため、複合生と貴族との相関関係は弱まりつつある。2017年の調査によると、18から34歳の人口統計上の新婚夫婦の11%が複合生となっている。現代、英国では、 大陸諸国とは異なりノビリアリーパーティクルはほとんど使用されていない。それよりも一般的なのはテリトリアルデジグネーションがあり、こちらがほぼ同義として使用されている。スコットランドにおいては厳密にはノビリアリーパーティクルは存在しないが、オブの語がテリトリアルデジグネーションとして長く使われてきた。この用法では、例えばエネアス・マクドナル・オブ・グレンガリーなどといったように、 家の名字に続いて、オブと地名が並ぶことになる。もし、名字と地名が同一である場合は、オブの後にザットイルクが続くこともある。例えば、イアン・マンクリーフ・オブザットイルクなど言うようになる。テリトリアルデジグネーションの承認は、スコットランドでは、リヨン教によって管轄され、そのものの生まれた、あるいは何らかの関係のある、一般的に町の一部を形成していない。 農村地域が付与される。リオン今日は、テリトリアルデジグネーションが認められるためには、しっかりと証明された名前が付けられたかなりの領域の、土地の所有権、つまり、辞書、あるいは農場、または少なくとも5エーカー以上に及ぶ庭園を持った、家の所有権が必要であるとしている。この場合のテリトリアルデジグネーションは、名字の不可分な部分であるとみなされ、それ自体が、必ずしも、 歴史的な封建貴族であることを示すわけではないが、テリトリアルデジグネーションは通常、先祖の身分に関わらず、下級貴族身分を与えるものとみなされる、スコットランドにおける紋章の許可とともに与えられるものと認識される。テリトリアルデジグネーションを受ける権利は、紋章を帯びる権利を持たないものにも存在する可能性があるが、この権利は公式な承認を受けるまで、 有効にならない。1945年から1969年に、リオン卿を務めたトーマス・イーネス・オブラーニーは、これらの領地及び主な名前の認可には、単なる臆説では、不十分であると述べている。スコットランドのテリトリアルデジグネーションを受ける者は、フューダル・バロンか、チーフやチーフティン、レアードもしくはそれらの子孫のいずれかとなる。リオン卿は、テリトリアルデジグネーションを決定する。 最終裁定者であり、名乗りや、称号などの身分を認める、裁量権は、スコットランドの裁判所において承認されている。会話や書簡において、レアードは正確に彼の所有地の名前や称号とともに、故障される。例としては、スコットランド女王、メアリー・スチュワートに仕えたウィリアム・メートランド・オブ、リシンテンであれば、リシンテンあるいはメートランド・オブリシンテンと称される。 その他の多くの言語においてもノビリアリーパーティクルは存在する。しかし、それは必ずしも貴族身分であることの証というわけではない。ため、それらの使用は誤解の原因となることもある。例としては次のようなものがある。ありがとうございます。